Z12 エリヒギーゼは、ドイツ海軍の駆逐艦。1934A 型。1935年5月3日寄港。1937年3月12日浸水。1939年3月4日収益。第二次世界大戦改善後は、北海での機雷不設などに従事した。1939年12月7日には、 イギリスの駆逐艦と交戦した。12月6日に、エイリッヒ・ニーゼと駆逐艦、ベルント・フォン・アルニムは護衛の駆逐艦、ハンス・ロディと共に出撃し、黒間を消へ嫌いの不設に向かった。その途中で、ベルント・フォン・アルニムは、機関の故障のため帰還した。任務中、エイリッヒ・ニーゼと、ハンス・ロディは、イギリスの駆逐艦、ジュノー、ジャージーを発見し、大撃を行った。 エイリッヒギーゼの発射した魚雷のうちの一本が、ジャージーに命中し、ジャージーは大破した。1939年11月には、出撃する戦艦、シャルンホルストとグナイゼナウに途中まで同行した。1940年4月、ノルウェー侵攻作戦に参加。ナルビクに向かうが悪天候のため他の艦より到着が遅れた。4月10日に、イギリス軍の駆逐艦が、 ナルビク港に攻撃をかけ、第一次、ナルビク海戦が発生したとき、エイリッヒギーゼは、ボルフガングゼンカー、エイリッヒケルナーと共に、ヘディアンクスフィオルドに停泊していた。3隻は、ナルビク港の方へ向かい、イギリスの駆逐艦と交戦した。エイリッヒギーゼは無傷であったが、この海戦でドイツ側は2隻の駆逐艦を失った。4月13日、イギリス軍は、 フィヨルド内のドイツ駆逐艦に対して再び攻撃を行った。遅れてナルビク港を出港したエーリッヒギーゼは集中攻撃を受けて撃沈された。乗員87名が戦死した。結局、この第2次ナルビク海戦ではドイツ側は駆逐艦8隻すべてを失った。ありがとうございます。